前進する。敵の動きはどうなっている？ひるむな、進め。敵発見。敵戦車。よし、他にも展開していないか。前進する。よし、出るぞ。これでも出られる。ここは正確に。これは張り込みだ。前進する。教えてくれる。撃て。敵の反撃。まずいぞ。ラズの兄貴、見ててくれ。撃破を確認。衛星兵、もう少しの進。しっかりしろって。戦車はどこだ？いたぞ。おら、やったな。上出来だろ。拠点を確保したか。よくやった。敵戦車を発見したぜ。よくやってくれた。他にも潜んでいるはずだ。引き続き策定。
前進する。撃つぞ撃つぞ。決定。撃つぞ撃つぞ。なんとか先生を維持してください。敵戦車発見。これで5両目ですね。よし、もう少し索敵を続けよう。戦車のすぐ後方に通信を。 あれおかしいな。どうしたマイルズ。妨害電波です。後方とは通信できません。じゃあ砲撃支援は。当てずっぽじゃ砲撃はできないし、そもそも撃てと命令もできないな。先輩、包囲される前に撤退しましょう。クロード。遅い。予定時刻はとっくに過ぎてるのに。前線からの連絡は？何度か呼びかけているのですが、応答は一切ありません。呼びかけて？バカ！どうしてそんなこと？ミラー少尉、敵にこちらの位置が。無線電波から逆探知されたのよ。ダメだ、やられます。大体の方向を知られただけ。簡単に直撃なんかしない。諦めないで。ですが、すぐに特定されます。少尉殿、撤退を。撤退すればクロードたちは E 小隊は全滅よ。命令があるまで耐えなさい。このままでは来ない連絡を待って我々も全滅するだけです。クロード、結局あなたは土壇場で頼りにできないわけ。これじゃあの時と一緒じゃない。変わったって言うなら証拠を見せてよ。
西側回廊に敵歩兵隊が接近。このままじゃ完全に袋のネズミだ。クロードをどうすんだよ。ウィクトル中尉との通信も遮断されてます。作戦は失敗だ。撤退の判断はクロード、お前がするしかない。撤退か。ここまで来てクロード、撤退はしない。何としても砲撃隊に戦車の配置を知らせる。しかし通信ができねえのにどうやって。それはあの塔。え、中世に使われていた連絡用の塔ですね。あの数字の並びで情報を伝えていたとか。狙撃班、ここから塔のパネルを狙撃できるか。もちろん、この距離なら外さない。よし、では準備を。あの塔を使って砲撃隊に座標を伝える。パネルを打てば数字が変わるはずだ。僕の言う通りに狙撃して並びを変えてくれ。まずは上段を715に揃えるんだ。狙撃班了解。任せておけ。前進する。あの数字で砲撃座標を伝えてるのか。そんなんで気づくのかよ。あれ、一番上の数字だけ71。仕上げだ、カイ。鐘を5回鳴らしてくれ。鐘を5回。 なるほど、7月15日か。懐かしいな。伝わってるんだろうな。大丈夫、必ず気づいてくれる。レイディならきっと。こらね。やりました。敵戦車を撃破しましたよ。すげえ精度だ。どっちも直撃じゃねえか。お前の合図、しっかりレイリーに伝わってたようだな。ああ、ラズに伝わってないのが不思議だけど。よし、次だ。別の塔のパネルも同じように狙撃して上段の数字を715で揃えてくれ。各員、現在位置を確認せよ。ターゲット確認。ひるむな、進め。行動開始だ。撃つぞ、撃つぞ。この程度か。目標の撃破を。行動開始だ。この程度か。目標。
任せとけって。狙撃班、塔のパネル。できるかな。見つけた。敵の動きはどうなっている。敵発見。よし、座標に間違いはない。カイ、金を。任せておけ。よっしゃ、こ
いつはスカッとするぜ。次が最後の塔だ。狙撃班頼む。上段の数字を715だな。了解した。できるかな。やってやる。おい、衛星兵、ここだ。無茶すんな。ゆっくり休め。できるかな。パネル上段の舐めんじゃねえ。諦めるよ。邪魔だ。目標の撃破を確認。悪くない戦果だ。そこか。見つけたぜ。行動開始だ。ターゲット確認。
鐘を鳴らすぞ。バカな戦車部隊が全滅。これまでか。よし、撤退するぞ。速やかにな。やけにあっさり引いたな。まだあれだけの戦力が残っているのに。虎の子の戦車がやられたんです。そりゃ逃げたくもなりますよ。どうするクロード、追撃するか。いや、僕たちの任務は通信設備のダッシュだ。深追いする必要はないよ。さあ、任務を遂行しよう。みんなで手分けして通信設備を探すんだ。へいへい。そんじゃお前ら、もう一仕事だ。行くぞ。ありがとう。助かったよ、レイリー。先ほしかし、あん時のマイルズの面ったら。あの距離に着弾したら、そりゃ腰も抜けますよ。ラズ、マイルズ、調整用のパーツをもらいに行く。付き合え。あ？そんなのお前一人で。あ、ほら、ラズさん、行きますよ。どうしたんだ、みんな。ちょうどいいわ。二人で話がしたかったから。レイリー、座っていい？ああ、もちろん。7月15日。今年も、もうすぐね。星の子祭りの夜、ハーフェンの街中の子供たちが大騒ぎした。夕暮れと同時に時計塔を駆け上がって、5番目までに着いた子が鐘を一度ずつ鳴らす。鐘を鳴らした子は星の子メダルをもらって、それから1年胸につけることを許される。君は毎年メダルを誇らしげに胸に光らせて、僕にはそれが眩しかった。大好きだったもの、あのお祭りが。絶対に負けたくなかった。だからきっと気づいてくれると思った。バカね、忘れてるかもしれないのに。忘れない。君はあの頃の思い出を絶対に忘れたりしないよ。信じてるのね、私のこと。私は自分の意地で逃げなかっただけ。弱虫クロードがあの局面を打開するなんて全く信じていなかった。だけどあなたはやってのけた。移動願いは取り下げたわ。もう少しだけ猶予をあげる。本当に弱虫じゃなくなったか確かめる責任が私にはあるから。そしてあなたには証明する責任が。ね、改めてよろしく、レイリー。
大変だ、町が、レーヌの町が。何？行こう、レディ。街が燃えてる。どうして？あの街は連邦が接収したはずでしょ。帝国軍の仕業だ。奴ら我々に利用されまいとして街に火を。撤退したと見せかけて工作部隊が潜伏してたんだ。なんてことを。一般人だってまだいたんだぞ。通信兵も作業中だったはずよ。みんな逃げられたの？奴ら焼夷剤を撒いたようなんです。火の回りが早く、ほとんどのものは。そんな。レディ、しっかりしろ。火が、また火が。いや、お父さん。お父さん、しっかりしろ。あれは僕らの故郷じゃない。君のお父さんはあそこにはいない。レリは今不安に駆られて足踏みをする。前に広がる運命的な窓見ぬ出会いに一生懸命生きることも精一杯挑むことも恐れずに進んでいけるよ。君がいるだけで Light up my life, Light up my sky。 光さす大地へと Light up my life。